こんにちは、ヒロです。桜の咲いていた時期でした。一瞬でしたが、綺麗でしたね。阪急上新庄駅から徒歩6分ほどのこちらの角を曲がって進みます。お店までの時間は駅から計7分ほどですかね。左斜め前に麺と見えていますわ。今回自分がお伺いさせていただきますのはこちらのお店です。あれ、お店の名前が遠くから分かるようには出ておられませんね。これくらいのレベルのアップ画像やとまだ見えませんね。大きな看板で宣伝ってしていなくても普段行列ができるほどの人気店です。月読みさんです。かなり前から行こうとしてなかなか行けなかったお店の一つです。いざ来てみたら、あれ、どこ？となったのは面白かったですが、自家製麺で合麺を使われている大人気の月読みさんですが、合麺というのはコシ、弾力があって太さがあって噛み応えのある麺。とりあえず今回は楽しみです。店前の看板、右下にお店の名前が、看板の上にも出ていますけどね。これが遠くからは見えないんだ。自分は一回素通りして戻ってきましたもんね。気をつけてお越しください。いざ店内へ。券売機にてまずはオーダー、特製吟醸味噌つけ麺にしようかな。もちろん 350g の特盛りだな。チャーシュー丼とか温玉つくね丼とかめっさ魅力的やん。ポークカレーつけ麺とかも気になるな。行列ができた時に店内で待つような椅子やね。とりあえずここでは5人は待てるってことやね。お店の入り口あたりから奥まで歩きますね。座席は L 字でカウンターのみです。お水はセルフサービス、紙エプロンもあるようです。お召し物を汚されないようにとの気遣いありがたいですね。鳥間着席、お腹減った。席の後ろには荷物置き用のカゴあり、真ん前が厨房なので作られておられるのを見ながらワクワクしながら待てます。次はお品書きなど明らかに数が少ないので多分取り忘れあり、すいません。カウンターから見た厨房、写真。極太麺を茹でておられるところ、茹で時間は約10分かかるとか。気長に待ちましょう。麺を締めているところ、すごいスキルやな。1分ぐらいかけて締めてるし、近くで撮らさせていただきました、あざっす。さっきのは別の方のやつやったね。多分これが俺の注文したやつだな。特製吟醸味噌だな。
泡立て器でしっかり混ぜておられるし、まあ何せよ麺はまだ茹で上がるまでかかるし、あれこれ見させてもらったりしつつ気長に調理工程を楽しみたいですね。麺の茹で時間が10分ってなかなかやけど、その間の待つ時間がまた楽しみやね。特に俺は特盛 350g 頼んだし、さらに時間かかるんやないかな。あ、チャーシュー炙ってるやん。ええなぁ、うまそうやなぁ。こう見ると料理の工程はかなり多めやね。あ、次は俺の麺の締めの工程やな。これがまた大変そうやねんな。水道をザッバザバ出してやろうとやるわ。まあすごいでな、1分半以上麺を締めてあったわ。特盛り落とす。遠目でもわかるすごい量。また辛みをほぐしたり水切りをしたりとか大変やな。何か持ってるなって思ったら海苔やったね。そしてチャーシューのトッピング、レアチャーシュー2枚と味玉もね、ほんま最高やな。水に座って待機、そろそろ来るやろうて。あ、漬け汁の仕上げやってやる。そこを取るの忘れてた。まあしゃあない、タイミング合えば次回取りたいな。おお、来た来た来た。さてさて食べていこうか。すんごい極太麺やな。まっすぐ持ち上げたら箸が折れそうやわ。あと山盛りな塊がなかなかほぐれんな。いつも悪戦苦闘するねんけど、まあまあなんとかなんとかだな。結構待ったけどどんな感じなのか。めちゃめちゃ美味しいやん。麺の食感が最高やな。炙りチャーシューを発見。うまいな。レアチャーシューも食べてみたいな。どこやどこや。あ、あったあった。あ、ほんまにレアな口当たり。美味しいわ。すんごい複雑な味がするけれど、豚骨系のだし汁に味噌が数種類ブレンド、粘り気と甘みとコクの層が押し寄せて、ラー油の辛みや山椒のしびれる辛みなど、いろいろな味が何層にも折り重なって、説明しだしたらキリはないけど、単純に言うとバカうまい。俺が10歳若かったら週に3日は通うかな。そのレベルで美味しいかな。行列ができるのも理解できるわ。俺とかはなんとか空いてる時にしか食べ置きとかはせえへんけれど、こんだけ美味しいものを食べようとしたらなかなかタイミングも重要やな。海苔交えて食べてみよっかな。太麺を持ち上げすぎて手が疲れてきた。ちょっと麺をすするところあたりをアップで表現してみようか。ほんまえぐいぐらいに美味しくてやばいわ。旨味や辛味もコクもえぐいし、風味や深みもすごいしな。最近はいろんなもん食べさせてもらってるけど、なかなかの一品をいただいてますわ。めちゃんこ美味しい。レアチャーシューもほんまやばいよ。
肉の旨味がえぐい。そろそろガマも限界やし、味玉もいってまおうか。すんごい柔らかいのな。プニプニやな。半分にして中を見てみようか。見事に半熟卵やん。これはつけ汁で食べたら最高やろな。やばいよやばいよやな。激烈に美味しい。もうあっという間に底が見えてきたな。ほんま太麺すぎて指がつりそうや。麺で指がつるのは初めてやで。もちろん冗談やけどな。ほんまになんぼ食べても飽きやんでな。やっぱ飽きやんのは味のバランスかな。途中で味変もありやけど、今回は必要なかったで。また次回別なもんいただくときに味変とかしながら楽しもうかな。めっさ美味しかったな。 350g はペロリやわ。締めのご飯もらいます。はい、いいねいいね。私がけでフライドオニオンとか乗って、こんなんめっちゃうまいやろ。プリマサクッとかけて一口食べてみる。おお、すんごい青のな。思わず声が出たわ。まあ十分に贅沢な締めニューなんな。炙りチャーシューのせたろ。これも絶対うまいやろて。あんだけ麺を食べて、また締めのご飯も完食やわな。何度思い返してもまた行きたいってなるな。麺も気合入ってるし、つけ汁も気合入ってる。ほんまこのつけ麺に出会えてよかったわ。絶対にまた食べに行く。1200円とか安いと思うわ、この味を覚えたら。ほんま最高に美味しかったわ。大満足でな。うざしゃ、うまかった。今回は上新庄の名店月読みさんにお伺い、とても美味しいつけ麺をいただき、ほんまに感激させてもらいました。こちらのお店は2020年5月末オープンで、もう少しで1年ということですが、赤木さんの兄弟店という感じなのかな。自分も今回でファンになりました。ほんまに近々またタイミングを見て、混んでない時に行きます。取材も。みんなも絶対行きや。おすすめやわ。